ティムール・ベクマンベトフは、カザフスタン出身の映画監督。カザフスタンのアティラ生まれ。父親はエネルギー会社勤務、母親はジャーナリスト。タッシュケントで、舞台や映画を学ぶ。軍に入った後、セットデザイナーとしてそのキャリアをスタートさせる。1989年から、CM の監督となり、その後、ロシア銀行を含めて何百本もの CM を手掛けて、 国際的にも高い評価を得る。1994年に第一作目となる映画、エスケープフロムアフガンを監督。テレビ用作品を手掛けた後、2001年には、ロジャー・コーマンのプロデュースで、カレン・マクドゥーガルがプレイメイトを起用したビデオ用映画、ザ・グラディエーター2ローマ帝国への逆襲を、全編ロシアで撮影。2004年、セルゲイ・ルキアネンコの ベストセラー小説を映画化したダークファンタジーナイトウォッチがロシア国内で大ヒット続編のデイウォッチも監督する2008年にハリウッドデビュー作となるアンジェリーナ・ジョリー主演のウォンテッドをヒットさせる2009年にはティム・バートンと共に二人が惚れ込んだ新進気の監督シェーン・アッカーが手掛ける 3D アニメーション映画 9から9番目の奇妙な人形をプロデュースした。ありがとうございます。